はい、カフェ&キッチン向井マスターのやりたいことをやっていこう。今回もよろしくお願いいたします。はい、今回はですね、4月の24日の日曜日、東京競馬場で行われるフローラステークスのおすすめ馬を、数頭ピックアップして紹介したいと思います。まず、フローラステックスの、このね、おすすめ馬を紹介する前に、まずね、先週の皐月賞の動画の反響が、素晴らしかったので、もう皆さんに感謝です。本当ありがとうございます。もうね、本当にね、まあ、再生回数もさることながらね、もう本当チャンネル登録をね、いっぱいしてくれて、もう一気に伸びたんで、もうね、本当ありがとうございますって感じです。もう、でもね、逆に、増えるのは嬉しいんですけど、逆になんか変なプレッシャーとかがかかりますよね。なんか下手こけねえなみたいな、なんかそんな感じをひしひしと感じてしまいますけれども、まあ、ね、自分のスタンスはね、変えずにね、まあ、おすすめ馬は紹介します。まあね、あくまでねおすすめ馬なので、まあね、皆様見ていただいた皆様のね馬券の参考になればいいなと思っているだけでございますので、まあ、逆にね、皆さんからのね、おすすめば、コメントとかに書いていただくとね、僕の参考にもなるので、もしよかったらね、コメントの方に、おすすめば、皆さんのおすすめばも紹介していただければな、ありがたいなと思っております。それでは、行きたいと思います。フローラステークス。まず、開幕週ってことで、まず基本的には多分馬場がいいので、本当先行前残りっていうのが多分、基本かなとは思ってるんですけれども、ただね、日曜日雨なんですよね。それ馬場が悪くなるので、まあ先行馬プラスやっぱ、重馬場にも対応できる馬、血統的にも、まあ、そういう人が、そういう人じゃない、そういう馬がいいかなとは思っております。まあ、ちなみに、昨年僕フローラステークスクールキャット本命で出てます。多分副賞です。なんかもう覚えてないんですけど、確か副賞かなんかしか取ってないと思うんですけど、まあ、一応当ててるので、まあ相性のいいレースなのかなとは思ってます。でも1回しか当ててないから何とも言えないですけども、まあそんな感じで、ね、おすすめば上げていきたいと思います。まずはやっぱり外せないのは5枠の9番のラスールですかね。まあ、この馬はまだね、2000走ったことはないんですけれども、まあ前走東京コース、まあ、1600m なんですけど、馬場重馬場で勝ってますので、まあ、適性はねあんのかなとは思ってますし、まあ、前々にもつけるっていうので、まあ、この馬まあ、その通り力通りというか、まあ人気通りの結果を残すんじゃないかなとは思っております。まあね、そろそろルメール騎手もね重賞勝っていただかないとね、もう本当まだもう5月4ヶ月重賞未勝利っていうのはね、ちょっとさすがにちょっとねあれかなとは思うので、もうそろそろねこの辺で重賞勝ってちょっとねこうまあ、本命クラッシャーじゃ、まあ、騎手番本命クラッシャーじゃないですけども、まあ、そういうのから払拭していただければいいなと思っております。で、まあ、その次に挙げるのが、僕、2枠の3番、パーソナルハイ。この馬挙げたいと思います。まあ、この馬一勝馬なので、まあ、ここでね、結果とか、まあ、2着までに入らないと、オークスはもう絶望的だとは思いますので、基本的にここに出てくる、一勝馬、15頭中12頭いるんですけども、本当にもう、ここか、もう来週のスイートピーステークスになっちゃうんですけども、まあ、さすがに連投してくる馬いないと思うので、本当ここがもう、オークス最後の切符だと思って、まあ、2勝馬よりは、やっぱ力の入れ具合っていうのがあるんじゃないかなと思ってます。で、パーソナルハイは前走桜花賞走ってまして、まあ、6着なんですけども、まあ、勝ち馬から0秒2差。で、まあ、桜花賞からここに来るっていうのはすごい珍しいですけれども、まあ、ここ、はね、まあ、一回フラワーカップでこっちにも、まあ、東京も走ってんのか。こっちも来てますし、まあ、そのね、初登場ではないので、まあ、悪くはないなとは思ってます。まあ、やはり厩舎吉田豊といえばね、パンサーラッサで、今年ね、絶好調なので、
まあここでもねいい結果が出せるんじゃないかなと思っております。まあ意外とやっぱちょっとね僕ね今回上げるの意外と前に行ける馬に絞った感じになってると思います。その次がですね、やっぱり2枠の2番のエリカビート、この馬にしたいと思います。まあ昨年の秋の東京の新馬戦を勝って休んでフェアリーステークスがねちょっとね不利があって出遅れがあって不利があって、まあ、10着なんですけども、まあそのね、ことは度外視 してもいいかなと思っております。でまた3ヶ月休んでここに来たんですけども、調教も動いてますし、前にもつけれますし、まあキングカメハメハ3区だったら重馬場でもね対応できるかなとは思っております。なので、まあ、2枠2番のエリカビータもちょっとお勧めさせていただきます。あとはまあちょっと穴目なところで、4枠6番のマイシンフォニーと8枠14番のシンシアウィッシュ、この2頭を挙げたいと思います。まずマイシンフォニーの方はですね、まあ、前走がねフィリーズデビューって、まあ、専用の、レースだったんですけど、そこからまあね3波論伸びてどうなのかなとは思うんですけども、その前の未勝利戦がね1800で勝ってるので、まあ、ここは、まあ、距離は持たないとは思えないのでいいとは思います。でまあ重馬場でも走ってまして、まあそれでもねレベを3差4着に来てるのでそんなに苦にはしてないのかなとは思ってます。で、シンシアウィッシュの方は、前走が阪神の勲章賞なんですけども、まあねこれも1008で、まあ、2000には対応できると思いますし、絆3区であれば東京得意だろうなと思ってますので、まあ、ここでデムーロ騎手ですし、まあ、ここはねワンチャンあるかなとは思っております。ってことで、まあ向井マスターの、おすすめ馬は5頭、こちらの5頭にさせていただきます。まずは5枠の6番ラスール、2枠の3番パーソナルハイ、2枠の2番エリカビータ、4枠6番マイシンフォニー、8枠14番のシンシャウィッシュ、この5頭にさせていただきます。多分ねこのレースはね本当分かんないです。でも僅差のなんかこう10回走ったら10回とも勝ち馬がなんか違うような気がして、そんぐらいなんかね多分ね僅差の競馬になるんじゃないかなとは思っております。なので、あとは土曜日にちょっとね競馬どんな感じなのか見て、で、本命発表というか、まあ、本命を決めて、馬券を買いたいと思います。まあ、この動画はね、日曜日の夜に、いつもの通り本命とか買い目の動画上げますので、まあ、そちらの方で、発表したいと思いますので、そちらの方の動画をお待ちください。はい、ということで、カフェアンドキッチン向井マスターのやりたいことをやっていこう、4月24日日曜日東京競馬場で行われるフローラステークスのおすすめ馬を5頭、ピックアップして紹介させていただきました。どうでしょうかどうでしょうかっていうのもあれですけど、まあね、人気どころと、まあね、ちょっとね人気薄のところをこうねうまい具合にピックアップしてるかなとはちょっと思っております。まあ先ほども言いましたけども、皆さんのおすすめ馬もしよかったら、コメント欄に書いていただければ、これもまたね僕の馬券の参考にもなると思いますのでね、お互いがお互いこうね、コメントおすすめ馬言い合ってね、こうウィンウィンの関係になればいいかなと思ってますので、ぜひぜひコメントの方もお願いいたします。で、この動画を見てね、よかったなと思ったらぜひぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、ということで今回の動画は以上になります。次回の動画は先ほども言いましたけども、フローラステークスの、本命発表と改名で、馬券購入からのレース観戦、そして、祝勝会か反省会の動画にしたいと思います。という感じになります。よかったら次回の動画も、ご視聴の方よろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。